お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、その対立の激しさにより天皇陛下から憂慮のお言葉が出るレベルだった二大武力組織、大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍がその統合式を目指して設立したものの、幻の統合参謀本部として終戦を迎えた大組織、大本営の話をする。前編は大本営の誕生から、日清戦争を見事に乗り切るところまで話した。今回は後編として、大本営が日露戦争を戦い抜き、昭和の時代に突入してその役目を終えるところまでの話をする。前編では帝政ロシアと日本の緊張が高まっているのに、陸軍と海軍が大本営幕僚長の座をめぐっていがみ合ってたね。結局、日露の海戦を前に、大本営は、統合参謀本部の趣旨から外れたとも評価できる。陸軍参謀総長と海軍軍令部長とがそれぞれ幕僚長として並立する大本営になってしまった。その大本営が、帝政ロシアとどのように渡り合ったのか、見ていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているチャンネルメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。ロシアとの勢力圏をめぐる交渉は暗礁に乗り上げ、日本は元老会議や御前会議を連日のように開催し、ロシアに平和的な譲歩をするか、もしくは武力に訴えるかにつき検討を重ねた。そして、ついに開戦を決断する。その頃には元老もまだたくさんいたんだね。帝政ロシアとの国交断絶と宣戦布告後、戦時大本営条例に基づき再び大本営が宮中に設置された。日清戦争の時みたいに広島に出張しなかったの。日露戦争の際は、軍事と外交の戦略を逐次調整する必要があると判断され、軍事部門も外交部門も東京にということで、再度の広島出張は見送られた。大本営の会議って軍事関係の事項を全部そこで決めるの。大本営が設置されても、参謀総長と軍令部長が並列になった関係もあって、参謀らの普段の執務場所は参謀本部や軍令部で、必要に応じて宮中の大本営に参集するというシステムだった。大本営会議には、天皇陛下が臨席しない一般会議と、天皇陛下が臨席する御前会議があったんだが、一般会議は週に2回もしくは3回程度開催されて実務的な問題について陸海軍の両統帥部が協議を行っていた。大本営の御前会議は、臨席する天皇陛下に対し、一般会議で協議されて結論を得た事項の報告や、作戦の遂行状況、戦況結果などが報告されたそうだ。ただし、大本営の会議で協議される重要事項は、陸軍の場合だと、まずは元帥陸軍大将の山形有朋や桂太郎など実力者連が会議を開いて決定し、その後に、海軍や外交当局とも調整の上、大本営の会議に上程するルールが事実上機能していたらしく、大本営の会議で激しく揉めるようなことは避け、円滑な運営を心がけていたらしい。後年の大東亜戦争では、大本営政府連絡会議を開催して政府と軍部とが連絡の共有を行っていたが、この日露戦争時には、天皇の意向もあり、大本営の御前会議に政府の閣僚らや元老、軍部に席のある皇族も列席して、大本営の運営に事実上政府も参画させていた。この構図や、そもそも元老が政府と軍の両方を抑えていた状況もあり、日露戦争の時には、わざわざ大本営政府連絡会議なる新しい会議体を作る必要はなかったんだろうね。さて、日露戦争では大本営以外に、もう一つ有名な統帥機関が存在した。有名な統帥機関って何？満州軍総司令部だ。某小説の影響で有名な組織だが、この満州軍総司令部の設置には大本営との関係で紆余曲折があった。まず、大陸に続々と陸軍部隊が上陸するに従い、陸軍では、大本営の一部を大陸に前進させるべきではないかという意見が起こっていた。広島パターンだな。この大本営分割派遣案が練られた結果、強大な権限を有する陸軍大総督府を大陸に派遣するという案に修正され、陸軍内で協議が行われた。陸軍省はこの案に消極的で、大総督府を設置してしまうと、大本営の全ての権力が大総督に移ることになって、大本営が形骸化するから、もっと権限を縮小した機関にすべきだと主張した。結果どうなったの？
野戦軍を直接指揮する機関が必要なのはもっともであるが、他方、大本営の形骸化は良くないという考えのもと、大総督府からは権限を大きく縮小した満州軍総司令部の設置が決まったという次第だ。大総督って戊辰戦争みたいな役職をそもそも考えてたんだね。この満州軍総司令部と大本営は、時には対立し時には協調しながら戦争指導に努めた。特に、内地に残置していた師団を大陸に派遣するに際し、旅順要塞の控える両島半島方面に派遣するのか、帝政ロシア軍の主力方面に派遣するのかで激しく揉めることもあったようだ。しかし、旅順要塞の攻略に時間がかかるに従い、大本営と満州軍総司令部は両島半島方面の戦力増加に取り組むようになり、203高地の占領、旅順艦隊の覆滅、旅順要塞の陥落といった大仕事に取り組んだ。また、その間も大本営は帝政ロシア軍の主力との海戦を研究し、満州軍の戦闘序列を修正させるなどして準備を進め、奉天海戦に勝利する道筋をつけた。日清戦争とはまた違う形で戦争遂行に貢献していたんだね。そして、日露戦争の終結に伴い、大本営は、参謀本部と軍令部の平時の業務に復した。日露戦争の終結から大東亜戦争まで大本営は動かなかったの。いや、何度か大本営関係の動きが政府や軍部にはあった。まず、第一次世界大戦だ。第一次世界大戦の主戦場は欧州戦線で、日本は極東にいた少数のドイツ軍と交戦したり、南洋諸島を占領したり、通商保護に海軍を出した程度ではあったが、大本営設置の必要性が意見具申されていた。どこが意見出したの？海軍だ。海軍としては通商保護などでアジア圏にとどまらず広いエリアに艦艇を派遣することになったのと、おそらく海軍軍令部の権限強化の狙いもあって大本営設置を主張したと推測される。第一次世界大戦で大本営は設置されたの？陸軍が反対したので設置は見送られたんだ。次に、シベリア出兵に際して今度は陸軍が大本営設置を起としたが、直近で海軍の意見に反対して大本営設置を潰していたため、今更手のひらを返すわけにもいかない状況だった。陸軍はどうしたの？後年に総理となる人物であり、当時は参謀次長だった田中義一を中心として軍事共同委員会、改称して次局委員会を組織し、実質的に大本営陸軍部の機能を担わせ、シベリア出兵に対処した。結局、日露戦争後に大本営が設置されたのはいつなの？日中間の紛争が激化する時期だった。上海事変を受けて大本営の設置が再び議論されるようになった。日本は中国に対し正式に宣戦布告をしていなかったため、その状況で大本営を設置すると矛盾が起きるのではないかという慎重意見もあったんだが、今回は陸軍がこれを押し切り、日露戦争以来耐えていた、大本営設置の準備が開始された。なんで宣戦布告してなかったの？陸海軍の考えとしては、確かに宣戦布告をすると戦闘行動の幅を広げられるメリットはあったんだが、その一方で、宣戦布告してしまうと、戦争当事国となる日本は軍需物資の輸入に関して難儀する可能性があった。これを踏まえ、陸海軍は宣戦布告には反対を表明していたんだ。陸海軍は戦時大本営条例を大本営令に改正した上で、大本営が再び姿を現した。政府の閣僚は列席できなかったのかね。昭和天皇臨席の下で開催された初回の大本営御前会議では、統帥部長や軍部大臣などが出席し、閣僚は列席できなかったため、これを憂いた近衛文麿総理は、政府と大本営が緊密に協力するため、大本営政府連絡会議の設置を陸海軍に持ちかけた。この時期、元老はご高齢の西園寺金持ち一人だけの状況となっており、日露戦争の時には政府と軍の両方をコントロールできた元老会議は開催しようがなく、法的根拠はないものの、双方の申し合わせにより設置されたのが、この大本営政府連絡会議だった。この時の大本営は現地軍を投与できたの？ダメだったと言わざるを得ないだろう。当時の陸軍にあった下克上の雰囲気も手伝って、現地軍はガンガン大陸で戦線を拡大し、不拡大方針を政府と申し合わせていた大本営はこれを止めることができなかった。ドイツ大使による和平仲介も頓挫し、
この F ・ミマロ総理は有名なジゴ国民政府を相手とせずの声明を発表。泥沼に日本は突き進んでいく。この F ・ミマロ総理は泥沼の日中戦争を前にして内閣を総辞職し、一旦政権から離れるんだが、海軍の米内光政内閣が総辞職後に再び登板して、第二次近衛内閣を組閣した。その閣僚名簿の中に、陸軍で最も有名と言っても過言ではない人物の名前があった。誰？有名な人物って？東条英機だ。東条英機は陸軍大臣として近衛内閣に入閣しており、しばらく途絶えていた大本営政府連絡会議をたびたび開催すべきであると近衛総理に助言し、近衛総理としてもそれに異議はなく、大本営と政府との連携が再び模索されることとなった。東条さんが言ったっていうのは意外な感がある。その結果、応用な大本営政府連絡会議だけでなく、毎週木曜日に首相官邸で少数の閣僚と統帥部が集まって協議をする連絡懇談会を設け、政府と軍部との意思疎通を密にしようと努力が図られた。この連絡懇談会は連絡会議の開催頻度が上がるにつれて廃止されるんだが、そもそも連絡懇談会の設置は軍部が政府に提案したので、軍部としても完全に独善的に戦争指導をやろうとしていたわけではなく、政府との調整も必要であるという認識を持っていたことを示すのではないだろうか。この時に大本営は実質的に機能してたの。形骸化していた。そもそも大本営参謀らの執務場所が、普段の仕事場である参謀本部や軍令部のままで、わざわざ宮中にある大本営には行かなかったらしく、大本営は実質的に機能していない状況だった。そのまま形骸化した状態だったの。それは大本営の趣旨に基づく軍部は考え、陸海軍の統帥部長と若干の幕僚らは、毎日午前中は宮中の大本営で勤務をするようにしたそうだ。効果はあったの。仕事が滞ったので長続きしなかったそうだ。しかし、政府としては軍部から何も知らされないまま戦争が進んでも困るので、連絡懇談会を廃止し、宮中において、毎週木曜日に大本営政府連絡会議を開催し、毎週数回は情報交換会を開催するというシステムに変更した。その方式で政府と軍部は連携できたの。基本的には戦時職が深まるにつれて、大本営の決定を政府が追認するのが当たり前になっていってしまった。東条英機内閣が成立すると、東条英機は現役の陸軍大将にして陸軍大臣を兼任していたので、大本営にも列席する資格があり、政府と大本営の関係はやや一体的になった。しかし、対米交渉が暗礁に乗り上げると、陸海軍大臣や統帥部長だけでなく、閣僚らも全員列席した午前会議にて、開戦が決まった。初めてしまったね。大東亜戦争で大本営は役に立ったの。大本営陸軍部や大本営海軍部の報道部による発表は歴史に名を残したね。いい意味でも悪い意味でもだが、大本営が果たした役割としては、陸海軍が別々に参謀本部や軍令部で立案する作戦案につき、大本営で陸海軍の中央協定が締結されることで、大枠では統合作戦計画という形で調整が図られた点が挙げられるだろう。そうは言っても陸海軍のいがみ合いはもはや伝統芸だったから、完全な調整ができたとは言い難いが、その後もガダルカナル島からの撤退を大本営午前会議で決したり、絶対国防圏の創設に関与したが、大本営という肩書きは立派なものの、実質的な作戦案の起案等は、相変わらず参謀本部や軍令部が別々に行っていた。やがて、東条内閣は総辞職し、小磯国昭が組閣、大本営政府連絡会議は最高戦争指導会議となった。最高戦争指導会議は連絡会議とどう違うの？法的な根拠もないまま双方の申し合わせで開催するなど、実質的に連絡会議と大差はなかった。むしろ、大本営の決定に政府が追随することが増加し、政府と軍部との連携がより形骸化したという指摘もある。小磯内閣は適切に軍部をコントロールすることができず総辞職し、鈴木貫太郎内閣が成立した。そして、最高戦争指導会議においてポツダム宣言受諾の可否に関して協議が行われた。大本営側は本土決戦を主張していた関係もあって受諾に猛反発し、結論が出ないまま、鈴木総理は異例ながら午前会議を創成し、
昭和天皇は終戦の御聖断をなされた。日本の降伏により陸海軍は姿を消し、大本営もその役割を終えて静かに幕を閉じた。さて、大本営の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、最近メンバー限定にアップしている動画は、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人最小桂太郎などです。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。